皆さんおはようございます。本日は大阪府太子町の推古天皇陵に来ております。世界の墳丘からということでお送りしたいと思います。私、世界の墳丘から担当の 5+1975 と申します。よろしくお願いします。今ですね、推古天皇陵の、ちょうど横のところ側面を歩いておるんですけれども、ここからですとですね、ちょっとまあただの森なんですが、若干墳丘がわからないでもない感じですね。こちら、推古天皇と武田の皇子が、葬られているという宝墳なんですけれども、まあ横を歩いてもやっぱりちょっとしんどいかな、形はなかなか見づらいかなというところですね。この時期だんだんもう草も生えてきてますんでね、やっぱりこういうところはあれかな、冬の方がいいかなという気もしないでもないです。そして、もちろんこの向こうには入れないんですけれども、あ、若干ですね、墳丘なんか見えますね。こう墳丘が崩れてるのか補強された跡が見えます。実はここにはですね、2つの横穴式石室があるということで、それがまあ推古天皇と武田の皇子のものではないかと言われておるんですが、まあこの時期も、前方後円墳が作られなくなってきておる時期のものですので、こうした宝墳となっております。まあ宝墳はですね、蘇我氏の系列の、墓が多いというふうに言われておるんですけれども、推古天皇もまあ蘇我氏と関係の深い天皇であったので、宝墳が採用されているのかもしれません。推古天皇陵の、側面から今墳丘を見ておりますけれども、冬の方がいいかな、やっぱりちょっとそろそろ草が多く出てきておりまして、虫なんかも多くなってきています。で、向こうに見えておりますのが双子塚古墳ということで、あちらにもですね、2つの横穴式石室があるっていうんですね。果たしてどちらがこの推古天皇陵なのか、なかなか謎が多いんですけれども、本日は、大阪府太子町の推古天皇陵からお送りいたしております。